私は残員です。今日は言いたいことがあります。この1週間の、この週、もう一回言います。すいません。ちょっと、こっち見ながらじゃないとできないです。私は残員です。今日は一つに言いたいことがあります。皆さんに。この週末は、必要がない限りは外に出ないでください。そして、感染のリスクを避けましょう。このことはすごく、ちょっと待ってくださいね。このコロナ対策は本当に大変です。そしてコロナ対策を、先導してくれている人々の、全力で今取り組んでいます。そして私たちが今現在できることは管理、自分たちの、危険のリスクを下げること、そして、人々との触れ合いをまず減らす、減少させること。一番良いことは家にいることです。そして外に出ないことです。もちろん本当に必要な場合は、出る必要がありますが、必ずマスクをしてください。そしてマスクを正確につけてください。そして、現在の規則でマスクをしていない場合は、罰金刑になるなります。そして一つの、専門的なアドバイスは、もしあなたが感染していた人と、接触していることがなければ、そして症状ができていなければ、自分たちの、状況を把握できます。そして、現在必要なリソースを必要な人々に、そして、感染のリスクを下げるために家から出ないでください。そしてこのコロナの期間、もちろん皆さんには不便をおかけします。しかし皆さんのお互いの相互理解が必要です。そして、自分たちのこの、意識を持って、リーダーシップを取っていくこと、そして新しい、情報をすぐキャッチアップすること、私たちの団結が必要です。そしてこの状況を勝ちましょう。皆さんの相互理解をよろしくお願いします。そしてぜひこの、コメントをシェアしてください。さようなら。これが今台湾の総統蔡英文さんのスピーチです。本当にちょっと感動しましたね。やっぱりなんて言うんだろうな、この自分の言葉で言ってるなっていう感じがまずするのと、本当に今の状況を今抑え込まないと台湾もますます増えて今まで通りの生活が送れなくなるということで、本当にこの1週間、まず1週間目がもうすぐ終わるということで、ただ土日が挟むのでこれでどうなるかっていう感じなので、皆さんなるべく家にいましょう。それでは。